こんにちは、パニカラードです。今日は太陽重建さんが行っているソーラークルー事業のお手伝いに来ました。イエーイ。今からこの一軒家の壁を塗っていきたいと思います。ではレッツゴじゃあすいません、今日よろしくお願いします。お願いします。あの僕たちあの建設会社なんですけど、太陽重建と申します。で、あの本業を通してあの社会の課題を解決していこうっていうのを一つテーマにしてて、あの空き家っていうのは今すごい増えてるんで、神奈川県内に特に重きを置いて、まあ、9拠点ぐらいで今展開してます。でその中で一個はここの中区で、で、ここは横国とコラボしていろんなことを、まああのね、あの大学生に考えてもらってこの拠点が、ね、できました。で今まだ活用方法を考えられてないんで、これからっていうところなんで、まあ、ちょっとこういった形でポニカロードさんにもね工事してもらって、なんかここの活用方法を一緒に考えていけたらいいなと、ちょっとじゃあ内容の説明を健吾と原さんの方から。今日まあ塗装ということなので、あの壁の方を塗っていくんですが、あのペンキなので垂れてしまうといろいろ色がついちゃうので、まず養生というものからやって、で養生が終わったところからペンキ塗りますんで、本日は自分の方で、塗装の方を教えてくれ、あえて、ホームセンターの方で買わせていただいて、DIY でも、すぐ買えるっていうところで、商品の方を選定してきましたので、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。まずはこちらのマスキングテープっていうものを使いまして、はい、こちらの壁ですね、を、あの、この木部は塗らないので、こんな風にマスキングの方をしていきたいと思います。で、こちらの溝の方ですね、普通にやってしまうとここに隙間が開いちゃうんですね、はい、でここの角が塗れなくなっちゃうんで、ここを押し込むような感じ でここをちょっと隙間を開けてこんぐらいですね。おー、難しい。でもまあ普通にやってもらえれば大丈夫だと思うんで、はい、意外にね、この養生が綺麗だと、あのペンキの仕上がりも綺麗にしちゃう。養生は結構大事、これに関わってくる。そうなんだ。でこう、この端っこの方に押してもらって、はい、でこちらをある程度伸ばしてもらって、でこちらの角っこの方を押してもらえれば、ここでちょっと角をつけるんですね。ここでちょっと角の方を作って、でここでちょっと伸ばして、すいません、技術がでここで一回作って角を作って、はい、でまたここから先行で始めていくっていう感じ。角まで行った時に広がって、で、これを広げると、おぉ、すごい、こんな感じで汚れないみたいな、はい、すごいね。スタートは大体、あの、下の辺の、この辺の角がこう行ったりとか、そうですね、その下の方から、ここから来たんですか。そこからぐるーりね、なんか、やっこれできてるんですかね。このままもうちょいないですか。そうですね、もうちょい、もうちょい、あれですね、押さえるじゃないですか。はい、あの始まりだけ押さえちゃえば、はい、あとできてるんですかね。このままこう貼っちゃって、そうで、もうちょい、こんだけ、おお、多少は大丈夫、うん、難しい。でこれちょん切りで良かったんでしたっけ。いや、ちょん切らないで指でこう押さえて、はい、そのままぐーっと角のところを持つまで行って、はい、そこで押さえて、今度そっちと、すごい、早い早い早い、うまいですね。職人だったんじゃないか。これ大丈夫ですか。はい、合ってますよ、大丈夫です。なので、この壁にで驚異的に向きを見ると、あ、これやばい、はい、あとは上、これが多少凹んでるのもあるので、ここからそこから、ありがとうございます。あんまりちょっと、あ、大丈夫、そこ難しいですよ。あ、そこちょっと難しいよね。そう、はい、押して指、壁に先みたいな、こっちに、はい、で、ここで角を作るよ。あ、なるほど、感じに振り返して、こう、え、難しい、回す感じで大丈夫です。回す感じ、はい、こういうことですか。そうですね、まず、じゃあ、押さえなくて大丈夫ですか。大丈夫です。この辺りいいですか。はい、あ、この辺り、はい、もう、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。え、本当ですか。素晴らしい、嬉しいです。おー、
その上もできるんで、そこ上にして大丈夫です。ここで切っちゃいましょう。え、でも私上手くなったと思う。めっちゃ綺麗じゃない？なんか。よし、終わった。めっちゃ綺麗です。ねえ、すごい上達した。あとは？はい、お願いします。はい、上がっていく感じで。そうですね。ここのラインに合わせて。はい。あとすみません。そこの照明？はい。もう円でぐるって巻けます？養生。円で。うん。この周りをちょっとくるって養生で巻いてもらえれば。そうです。はい。お願いします。負けると思います。そうね、大丈夫です。とりあえずやってみます。はい、お願いします。やばい、安請け合いしたかもしれない。頑張ります。よし、完成しました。そうなんです。これ塗る前で、あ、サンダルで。あ、サンダルで。参加してるから。でも、試合してるから。そうです。縁なんてさ、できないよ。やばい、待って、ここ通らない。ここ通らないもん。無理無理、ここまでしかできない。まだここがすごい難しい。ここ折り返すんだけど、めっちゃむずいんだけど、なかなか思うように止まらなくて。気づいたんだけど、私だけ職人になみたいとか、なんか上手くなってきたねとか言われてないんですよ。やばくないですか？え、待って、本当下手すぎない？どうして？まあ人間向き不向きがありますからね。あとは頑張ってやったかやってないか、心がこもってるかこもってないか。お、心はこもってる。楽しいね。楽しい、ね、好き、こういうのめっちゃ、ね、楽しい、ね、山並みに送して。え、ちょっと羽生だ。寝てないよ。寝大変なんだけど。何してんの？嘘、まだまだまだって言われて、まだやってんの？マナミが起こしてくれました。やばい、やばい、これ届かないわ。普通無理だこれ。下だけでいいですかね。ちょっとちっちゃいんでしょうがない。あ、それか次に行くときっていうのも機会がないから。ちょっと運動ないときです。これでいいのかな。ありがとうございます。はい、丁寧な仕事。これで誰かがやったやつね。これ私。丁寧な仕事でしょ。天才ですね。こんな早く行くとは。素晴らしい。上の高いところはこれ用意してるんで。おお、すごい。これで、はい、こういう感じで。コロコロ。ああ、楽しそう。お願いします。で、あの縦で一回塗って全部。はい。で、その後またこの横でやってもらうっていう。横で。さっきまでこの下地やっててもらってたんですけど、これやっぱ養生が綺麗だとやっぱあの仕上がりが綺麗。うん。でやっぱり僕は段取り走る。ここにやっぱすごい時間かけるけど、その分綺麗になる。まあ、多分どんな仕事も一緒だと思う。で、今ペンキをこれから作っていくんで、作るのかな。そう、ちょっと薄めないと硬いんで。へえ。つなぎがこんなにちゃんと役に立つ。いや、逆に。だからこういう現場やってたのかな。え、ゴミ拾い。ね、そうなんですよね。いや、この日のために買いました。やっぱな、気合が違うわ。気合が違う。これね、一時塗りって言って今一旦仕上げて、とりあえず仕上げたペンキなんで。そう、だから今日のが本塗りなんで。一番大事なところを今日見なかった。大丈夫ですか？OK です。
頑張ろう。OK、はい、よし、じゃあ始めましょう。はい、はい、します。じゃあまずここにちょっと用意させていただいたので、はい、皆さん軍手つけていただいて、はい、で、一人ずつこのハケとローラーっていうのを使うので、はい、ハケとローラー、はい、で、これ小さくウエス切ったので、もし柱とかついちゃった時、パッとこれで拭いてもらえば、はい、で、水性なので水でやれば落ちるので、で、手とかついても水性なんで落ちるので、あ、はい、固まる前にやっちゃえば、はい、できます、はい、こっちの方にデコボコがあんで、ここでちょっとつけすぎたら、ここで落とすような感じですね、はい、ここをちょっと、もし漏れちゃ、だれちゃったりとかしちゃったら、一回舐めてもらって、取ってもらって。うん、また塗る感じです。ハケにハケなのか。ね。そうですね。で、ハケを終わった後に、はい、一回捨て塗りって言って、はい、一回もう適当にバーッと塗っちゃいます。一回捨ててもらって、で、捨ててもらったら、ここからまた揃える感じです。おー、綺麗ね。ね、ね、すごい。ここの窓枠の周り、他のところもあるかもしれない。こういうところはもうハケだけで仕上げるんで、ちょっと慎重にこう、今やったのはもうハケが仕上げじゃないんで、さーってやってたんですけど、こういうところはハケが仕上げになっちゃうんで、ゆっくりこう、はい、仕上げます。はい。頑張ります。お願いします。じゃあお願いします。お願いします。こっちの端から。結構それけど、あれだよ、濡れてないよ。水濡れてない。あ、痛い。すごい、楽しい。ね、楽しい。DIY。ここってハケじゃなくて、これからやってる。あ、痛い。楽しい、これ。あ、ありがとうございます。やばい。ね、向いてる。向けされるよ。ちょっと待って、これやばくないですか。むしろキーウッドみたいなレベルなんだけど。待って、これって持ってやった方がいいですか？これって下に置いといた方がいい。ああ、持っといた方がいいかな。あ、危ない。びっくりした。ファーストコロコロいきます。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？馴染むんで。なるほど。綺麗にすれば、綺麗にすればんだ。はい、縦にこうやって。ユッキーのファーストコロコロだよ。コローン。すごいっすよ。塗り忘れてた。それ職人の技です。これで端っこが。これって持っていくってこと？そうですね、上に持っていく感じですね。もう絶対無理じゃん。お願いします。だって本当に怖い。本当に怖い。ちょっと誰か。これ以上は無理。立つことはできない。はみ出しちゃった。いや絶対毎回ね、はみ出しちゃう、やらかす。絶対無理じゃん。いや、違う。ここまで仕掛けれないです。ね、やばい。もうどうしたらいいの？待って、怖い。待ちましょうか。ありがとうございます。ちょっともう、ママすぐ汗かいちゃうから。ちょっともう戦闘モードに入ります。ロンタンに任せろ。アムロ、行きまーす。お子さんまでもできる簡単な作業です。マナミはできるぞ。ちょっと黙って待っていいですか？受けるこれははみ出た部分を拭いてます、はい。めっちゃはみ出まくってる。塗りよりね、こっちの方が大変、すっごく。もうね、この作業めっちゃ大変だよ、本当に。次ね、塗るときはもう気をつけよう、本当に。すごい。ローラーの使い方、うまいな、しかし。はい。アシスタントのように使ってるじゃん。はい、持ちますよ。もう僕らはもう手元ですから、親方についていく。はい、大丈夫。なんか勢い余ってきちゃって、もうどうしよう。なんか何にもできないのかもしれない。私今気づいたの？は？顔に垂れないように。
今これでさ、拭いちゃったらピッて、バッチしたら、いや、本当ですよね。最悪だ。今週のちょっとあれかもしれない。今回はうまくいった。うまくいきませんでした。思いっきり鼻を出してました。いいっすね。うん、そこ、うん、そこ、あとこう、落ちてますかね。あと5分ぐらいしたら1名の方、養生剥がしてってもらいたいので、すごい、もうそんなピリピリピリっと、すごいねえ、はい、結構多分これは才能がありました。これは上手いって言われました。これはあ、でもいい感じです。ちょっともういいかな。私は養生さんとなりました。そしたらこれを、はい、こうやって簡単にゆっくりこれをこう普通にこうやって取るんじゃなくて切るように。切るように、そうですね。まっすぐじゃなくてじゃないか。あ、発見、あ、発見、いっぱい発見したぞ。掃除は得意なんじゃないですか。さっきゴシゴシしたの。じゃあ剥がしますよ。うん、バッチリです。あ、ここだけよし、おんな、誰の、誰のかな、誰のかな、ここな、こういう剣が、すいません、ちょっとなんか運転したりして。あ、そうですね。おお、気持ちいい。これはなんか背中の皮とか剥いてる感じ。どうしたんですか？どうしたんですか？どうしたんですか？ぶつかった？ぶつかった？あ、横。なんか色違う。色塗りするとちょっと変わっちゃうんだけど、はい、全体的に散らしてもらえれば、そうそう、もうちょっと なじませるぐらいで。俺もなんか一緒になってきた。うん、大丈夫？いけてる？うん。あともうちょっと右側をなじませてもらえれば、あと乾いちゃえばもう分かんない。右手こっち側ですか？そうです。うん、あともうちょっと右側をなじませてもらえれば、乾いちゃえばもう分かんない。ブレイクサイズ入ってない。まだやってない。ありえん、マジで。ここに働いた後にね、休憩で。あ、閉めますね。閉めます。ここで働いたのか？働きましたよ。ここで働いたの？働きました。強烈な爪が。なんか垂れてる、すごい。結構垂れちゃう。え、ここやばいですけど。え、濡れてないんだけど。え、ここやった人誰？誰？え、ここ。やばいやばい。うん、なんかそれぐらいだったら誰？ここだけびっしょだった。あー、本当だ。え、何やってた？私です。濡れてないんですよ。あ、多分もしかしたら軍手についちゃったのかもしれない。もう仕事、人目の仕事されちゃうとこちらも困るので、大変申し訳ございません。お願いします、はい、クレーム入っちゃうんで、こういうことしちゃうと。お願いします。ちょっとやっとくんで、ちゃんと、はい、お菓子食べ終わったら頑張ります。ここだけ何回も来てんだって。確かに。はい。でもめっちゃ綺麗に塗れてるわ。ね。あれあれ。はいはいはい。いいじゃないですか。いいね。うん。いけた。いけないよね。何してるの？
スパイダーマンぐらいの。そこユッキーが綺麗にやったとこなの？めっちゃ綺麗に、一番今日て時間かけて丁寧にやったとこです。そうね、超丁寧にやってて。やったよね、うん、やった。真剣にやってた。はい、綺麗に、綺麗に。いやもう、ぐちゃぐちゃなんだろ、ここ。あ、汗ついてる。見てここ、もう本当に一滴もついてなかったのに、これ本当にすみません、ユッキーのプライドを剥がしてぐるぐるって巻いて、このぐるっといってもらえる。はい、養生産業の最後の要なんだけど。よいしょー。いや、ありがとうございました。本当にもう素晴らしいとしか言いようないですね。最初だってね、スタートした時とね、後半も腕が良くなりすぎて。本当ですか？太陽重建鬼ヶ楼の工事部が出てきました。素晴らしいね、仕上がりで、ありがとうございます。で今ね、ちょっとまだ塗ったばっかなんで、はい、まだちゃんと見えてませんけど、もう基本的に全部ね、綺麗に塗れてるし、パソコンのやつ、もう何よりもうね、皆さんがね、一生懸命やってくれてる姿に、素晴らしいなって、まあ、こういうふうに改装して、いろんな人がこれからここで入りあるんですけど、基本はその今ね、この社外問題になってる空き家っていうところをテーマにして工事進めていくんで、うんうん、ぜひこれからもね、一緒にやっていけたら嬉しいなと思います。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この今日学んだことを家とかにも、もしお母さんお父さんとかの前で塗ってあげれるぐらいの、多分あれはできたと思う。DIY もできると思うんで、ぜひ家とかにも活用してください。頑張ります。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。あんまりちょっとお手伝いできなかったんですけど。めっちゃ楽しかった。そうだよね。あんちゃん好き系でよ。そうだよね。パートナーだったんだ。そうだよね。パートナーだったんだ。パートナーだったんだ。楽しくやれてたと楽しくやれたと思うので、はい、でそうですね、自宅の方とか、うんうん、自分家でも、あとお友達の時とは、うんうん、ところとかでも、はいはい、ちょっとなんかできたら、ね、いいなっていうふうに思うので、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。今の話を集約すると、今日まず家帰ってから濡らしてくれと。できたことあるんですよね。で、明後日は友達に行って何でもいいから、ね、濡らして、そうそうそう、濡らして、そうそう、ありがとうございます。まあ、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。ということで、今日の作業が完了しました。やったー。すごい、なんか自分たちでやったんだけど、うん、綺麗に塗れたんじゃないかなと思います。うん、いやー、ほんとに細かい作業だったりとか、うんうん、結構ローラー使ったりとかね、うんうん、大胆な作業もあったんですけど、ね、楽しくできたんじゃないかなと思います。うんうん、確かに。それぞれじゃあ感想言っていきますか。はい。うん、なんか心配でしかなかったけど、5人で。そうだよね。でもやっぱちょっと差が出ちゃって、私ユッキーがね、うんうん、今後独立して、どうやって、どうやって、もう興味関係ない、何がなと思って、いらないからさ、お願いします。マジでうまかったよね。はい、初めて本当 DIY、 なんて言ったらいいの、これ塗装、うんうん、の作業やったんですけど、めちゃめちゃ褒めてくださるから、ね、すごくやりやすかったので、ありがとうございます。よかったらポニカ事業お願いします。またやりたいと思います。うんうん、はい、今日めっちゃ楽しみにしてて、でやってみて、なんだろう、こう初めてだから、すごく分かんないこととか、うんうんうん、なんだろう、ちょっと失敗しちゃったりとかもあったんですけど、いっぱいねあったんだけど、皆さん本当にたくさんフォローしてくださったり、ね、丁寧にね、本当に教えてくださったおかげで、うんうん、ムキムキとね、上達しましたね。また次回もお楽しみに。私はポニカロードで一番不器用なので、うん、ちょっと今日大丈夫かなってめっちゃ思ってて、うんうんうん、そうで、ペンキをね、実際塗るのも
やっぱ結構あのトラブルがあってすごい大変ではあったんですけど、マーキングしてたね。その前のさあの作業、うんうん、養生テープ、うんうん、そうあの8割、うん、この作業の8割はこれだよって説明を受けて、うんうんうん、あれもすごい大変で、うんうん、そうだけどまあなんとかね形になって本当に良かったなと思いました。でもまだねこれで全部は終わってないので、そうだよ、はい、今後も太陽重慶さんと一緒に継続していきたいと思います。早い。太陽重慶さんのソーラークルー事業の詳細は概要欄をチェックしてください。